アトラス検出機、エートロイダル LHC アペラタス、トロイド型 LHC 用実験装置は、セルン LHC 加速機の実験装置の一つであり、スイスジュネーブの郊外にあるセルンのメインキャンパス付近の地下約100メートルに設置されている。アトラス検出機の断面も敷きず、アトラス検出機は、LHC によって6.5テブまで加速された2本の、 用紙ビームを検出機の中心で衝突させ、その衝突によって発生する粒子の測定を目的とする高さ25メートル、全長46メートル、重量7000トンの大型汎用粒子検出機である。アトラス実験は世界から3000人以上の物理学者が参加する大型国際協力プロジェクトである。全体としては直径25メートル、 長さ46メートル円筒形の構造からなり、複数の異なる機能を持ったサブ検出機が、ビーム衝突点を取り囲むように玉ねぎ状に配置されている。内側から以下の通りである。ニュートリノや電気的に中性な新物理粒子はほぼ相互作用をせずに検出機の外に抜けていくが、これらは、 横方向の運動量保存から間接的に存在、及び横運動量の総和を知ることができる。またこれら以外にも検出器の上流、下流に衝突の軌道を測定するための検出器が2種類設置されている。非積検出器は l h c ラン三終了後に LHC 高軌道運転に向けて、より放射線耐性の高いシリコン検出器への総取り替えが予定されている。 25ナノセカンドおきに1010個の用紙の束が衝突点で衝突する一方でデータの読み出しの帯域幅から来る制限はおよそ 1kHz でありはるかにシビアである。これはヘラやテビトロンでの実験と同じくハドロンコライダーの宿命でありこのため興味のある衝突事象だけを高速で選別して読み出す高度なトリガーシステムが実装されている。基本的には ハードウェアベースの初段とソフトウェアベースの後段で構成されている。L1 では粒子の信号を検出した後、検出器上に搭載したフプガで局所的な情報だけを用いて高速判定を行うことで 100kHz ほどにレートを抑えている。L1 では時間分解能に優れた検出器の情報が用いられ、カロリメーターとミューオン検出器によって、 トリガーが発行される。HLT では読み出された全検出器情報をより時間をかけてより精度よく粒子を再構成、測定してさらに選別を行う。HLT に使用する計算機群は地下の検出器付近の付属外に設置されており2018年以降の運転では4万歩ほどの商用計算機で自称あたり1秒ほどの計算時間でデータを さばいている。トリガーを通過した事象は、セルンのコンピュータークラスターにてさらに高度な粒子、再構成アルゴリズムを通じて処理された後、LHC のグリッドコンピューティングの枠組みを通して、3カ国の地域解析センターに分散され、物理解析に使用されている。データ量は、年間 1PB を超え、古いデータはハードディスクからテープに移植、保管される。 CMS でも、精度や細部において、違いはあるもののおおむね同じ結果が得られており、結果の再現性が確認されている。標準模型の精密測定、検証、W、Z 生成事象、トップクオーク体生成事象などの主要なプロセスから、複数の電弱ボソン及びトップクオークの生成事象といった、レアプロセスまで幅広いチャンネルの生成断面積を、 測定し理論計算との比較を行っている。また主要過程においては、スペクトラム測定も幅広くを行っている。テブスケールに至るまで標準模型が非常にリーズナブルに現象を記述できていることを確認しており、さらにこれらの結果を理論化にフィードバックすることによって、計算の改善、標準模型の理論不定性の縮小にも貢献している。一方でレプや、 テビトロンなどで観測された2シグマ前後のアノーマリーの追いも行っており、例えばレプで示唆された W ニューと W タウニューの崩壊分岐比のズレは2020年にトップクオークの崩壊を用いた測定により否定された。ヒッグス粒子の発見と測定1950年代のヒッグス気候の提唱やその後のゲージ理論の繰り込み可能性の研究の 発展により存在が確実視されて以降もやや運の悪い質量領域にいたためにレプやテビトロンの探索をギリギリで買いくぐってきたヒッグス粒子を CMS と共に発見した2012年7月の段階で候補となる新粒子の発見が発表されその後質量スピンパリティなどの量子数や崩壊分岐比の測定結果から 標準模型のヒッグス粒子であることが CMS との結果と合わせて2013年3月に結論付けられた。発見当初は、こうしたへの崩壊過程と W、Z ボソン体へ崩壊過程のみ確認されていたが、2014年にタウレプトン体、2018年にボトムクオーク体への崩壊も発見され、また、同2018年に tth 生成過程も発見されトップクオークとの結合も確認されている。一方でヒッグスの性質の測定も引き続き行われており、特に崩壊分岐比と微分断面積測定が精力的にやられている。今のところすべての測定結果が標準模型の予言と無矛盾である。新物理への制限テブスケールに新物理を予言するモデルが多数ある中、 LHC の陽子陽子衝突はそれらを直接プローブする数少ない実験であり、アトラスでも幅広い新物理、新粒子をカバーした探索プログラムを持っている。これまで現在のところ標準模型の予測から大幅に逸脱するデータのパターンは観測されておらず、標準模型の驚異的な正しさを確認するに止まっているが、同時に代表的な新物理模型、理論に 強力な制限をつけている。例えば、超対称性理論の強い動機の一つである、階層性問題解決のための軽いスカラートップは、典型的なシナリオにおいて一手部まで帰却されている。また同様の理由で支持される軽いヒッグシーノモランニの2015から16年のデータを用いた結果で、レプ以来となる制限を更新した。他にも W。 Z といった拡張された標準理論から生じる重いゲージ保存、右巻ニュートリのベクター、ライククオークやヘビーベクタートリプレットなどの重いエキゾチックフェルミオンの探索や一般的な重い共鳴状態の探索、典型的なダークマター模型が予測する粒子の探索が行われており、理論模型に対して CMS とともに最も強い制限を与えている。 14衝突における光子散乱過程の確認過電流子同士の電磁気力を通じたかすり散乱は実効的に光子体の衝突として扱うことができる。その断面積は過電流子の質量の5乗に比例するため14をずらしてわずかにビームが重なるように衝突させることによって光子体衝突を効率よく発生させることができる。光子 格子散乱過程は、標準模型では、電磁ゲージ対称性によるループ内の寄与の相殺により、発生確率が著しく抑制されていることで知られているが、この重4アップックによって2019年にアトラスにおいて初めて観測が確認された。これは、量子電磁気学の精密検証の重要なマイルストーンである。日本語英語。ありがとうございます。